こうかな。よマイッキー。ん、その声はミスター赤ちゃん。へへ、久しぶりだな。元気だったか。え、いや便秘じゃないよ、毎日会長だよ。いや元気だったかって聞いてんだよ。なんで久しぶりに会って便秘かどうか聞かないといけないんだよ。あー、ごめんごめん、もちろん元気だよ。まったく相変わらずだな。ということで春休みだから遊びに来たぜ。やった、遊ぼう遊ぼう。よっしゃ、何して遊ぶ。僕最近野球にハマってるから野球やろうよ。お、いいぜ。じゃあ僕ピッチャーやるね。よし来い、どんな球でも打ち返してやるぜ。いくよ、マイキースペシャルローリングサンダーボール。あ、ミスっちゃった。いやなんだその球、すごすぎるだろ。まあね、特訓したからね。当たったらひとたまりもねえぜ。頼むから俺に当てないでくれよ。大丈夫だよ、僕コントロールいいから。いや今めちゃめちゃミスってたじゃねえか。それじゃ行くよ。おう、マイキースペシャル大丈夫かな。ローリングサンダー、信じてるぞマイキー。ボー来た。あー、え、あ、ごめんミスター赤ちゃん。この野郎モロに当たったじゃねえか。ごめんね。まあ亀も木から落ちるって言うしさ。それを言うなら猿も木から落ちるだろうが。よし、今度は俺がピッチャーだ。絶対空振り三振取ってやるぜ。ふっふっふ、やれるものならやってみな。行くぞミスター赤ちゃん、ファイヤーボール。よっしゃ、ストライクだ。えい、へへ、ボールが速すぎて今頃バット振ってるぜ。あー、やったホームランだ。ルールがめちゃくちゃじゃねえか。よーマイッキー。やあミスター赤ちゃん、今日も頭ツルツルだね。いやお前もだろ。今日は何する。今日はマイッキーとやりたいことがあるんだ。え、なになに。ズバリ早食い対決だ。え、ハマグリ対決。ちげえよ、早食い対決だ。なんだハマグリ対決って。ああ、早食い対決ね。いいよ、負ける気がしないっすけど。よっしゃ、じゃあ初めの対決はこれだ。牛乳早飲み対決。いや見事じゃん。まあ固いこと言うなよ、俺の大好きな牛乳で勝負だ。先に3本飲んだ方が勝ちだぞ。へへ、さあマキー、俺に勝てるかな。舐めてもらっちゃ困るね。僕がただの亀だと思ったら大間違いだよ。よし、じゃあ行くぞ。よーい、スタート。んん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 。1本目、2本目行くぜ。うん、ブハー、よっしゃ、2本目も飲んだぜ。へへ、マイキーはまだ1本も飲んでねえな。こりゃ楽勝だな。よし、最後の3本目いくぜ。ブハー、あー来たね。吐き出すんじゃねえよ、顔中ビチャビチャじゃねえか。まったく、ごめん。マイキーは吐き出したから失格。え、そんな。次はパン早食い対決だ。先に10個のパンを食べた方が勝ちだぞ。これなら任せといて、前からでいつもパン食べてるからバッチリだ。いや、あれゲームの世界じゃねえか。さあ、いつでも来い。よし、じゃあ行くぞ。よーい、スタート。オラ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 。よっしゃ、スタートダッシュで突き放すぜ。ん、マイキー全然食べてねえな、どうしたんだ。まあ今のうちに全部食べてやるぜ。よし、力が溜まったぞ。行くぞ、必殺カービィ食い。なんだそりゃ、なんだこれ、カービィみたいに一気にパンを吸い込んでるぞ。なんてすごい技なんだ。ちょっと待て、俺まで吸い込まれそうだ。あ、おいマイキー、ちょっと待て。ストップストップ、おしまいだマイキー。ああ、ダメだ。よっしゃ、一気に食べちゃったよ。早食いで角になって1万年早かったようだね。うんうん、あれミスター赤ちゃん、あれどこ行ったの。助けてくれ。ミスター赤ちゃん、遊ぼう。え、どうしたのミスター赤ちゃん。マイキーか。大丈夫、何があったの。
どうやら昨日食べたキノコが毒キノコだったみたいだ。え？毒キノコ？やばい、どうしよう。俺はもうダメかもしれない。マイキー、今まで一緒に遊んでくれてありがとうな。嫌だ、そんなの嫌だよ。これからもっともっと一緒に遊ぶんだ。何か助かる方法はないの？助かる方法？あ、そうだ。そういえばどんな毒でも治してしまうという伝説の牛乳があると聞いたことが。伝説の牛乳？それはどこにあるの？ここから遥か北の大地に黄金の牛がいるらしい。その牛から取れるのが伝説の牛乳だ。わかった、遥か北の大地だね。僕が取ってくる。あ、いいのかマイキー、とても危険だぞ。当たり前だよ、ミスター赤ちゃんは僕が助ける。くそー、嵐なんかに負けてたまるか。ん、なんだ今の声。怪物だ、誰か助けてー。ふう、なんとか島に上陸できたぞ。さあ先へ進むぞ。ゲルベロスだ、逃げろ。こんな怪物いるなんて聞いてないよ。まだつかないのって、今度は鬼。どうなってんだこの島。もうダメだ、僕が死んじゃうよ。ミスター赤ちゃん、約束を果たせなくてごめん。誰？あそこにいるの、まさか黄金の牛。黄金の牛だ、牛さん牛乳ください。やったー、伝説の牛乳ゲットだぜ。ただいま、伝説の牛乳もらってきたよ。ってあれ、ミスター赤ちゃん、あれどこにもいない。え、まさかもう遅かった。僕が遅すぎたせいで、ごめんごめん、ミスター赤ちゃんごめんよ。あ、マイキー、ごめん、トイレ入ってた。え、ちょっと、なんで、めちゃめちゃ元気じゃん。あー、なんか、ただの風邪だったみたいだぜ。へへ、牛乳ありがとな、大丈夫だったか。っていうか、なんて泣いてんだ。俺がおめえの息の根止めてやろうか。すみませんでした。ミスター赤ちゃん。おう、マイキー。あれ、何それ、盗んできたの？盗んでねえよ、家から持ってきたんだよ。ボールに見えるけど、玉にも見えるし、空気の入った丸い物体にも見えるね。いや、それ全部一緒だろ。今日はこれでドッジボールやろうと思ってよ。ドッジボール？ああ、確か人にボールをぶつけて喜び合う遊びだね。いや、言い方、そんなひどい遊びじゃねえよ。いいよ、やろうやろう。よっしゃ、手加減しないぜ。じゃあ僕から投げさせてもらうよ。よし、来い。行くぞ、スーパーカメカメショート。おらー、なに。へへ、俺実はドッジボール得意なんだよね。くそ、さすがよだれを垂らしてるだけはあるな。よだれ関係ねえだろ。よし、じゃあ俺のボールを受けてみろ。ミラクルベイビーダイナマイトショット。くわー、大丈夫かマイキー。くそ、当たっちゃったよ。いや、顔面は当たってもセーフだ。え、そうなの、やったラッキー。おお、よかったな、顔に当ててごめんな。大丈夫だよ、むしろありがとう。よし、行くぞ、スーパーカメカメショット。おらー、くー、やっぱり無理か。へへ、今度はしっかり当ててやるぜ。行くぞ、ミラクルベイビーダイナマイトショット。くそ、この短い手じゃボールを取れる気がしない。どうすればいいんだ。あ、そうだ、これしかない。げ、また顔面に当てちまった、ごめんよマイキー。ふふふ、顔面セーフ。え、まさかわざと顔面に当てたのか。ああ、そうだよ、これがドッジボールの必勝法だ。なんてやつだ、狂ってやがる。これで僕は無敵だ。さあ、何度でも投げるがいい。さあ、こうなったら意地でも他の場所に当ててやるぜ。ほら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 。なんてやつだ、いくら投げても顔面に当てさせられちまう。
もう腕が限界だぜ。今だ。えい、いで。やったー、僕の勝ちだ。くそ、油断しちまったぜ。っていうか、マイキー大丈夫か。とりあえず、救急車呼んでくれる？よー、マイキー。よー、ミスターガチャン。なあ、昨日テレビでやってた怖い番組見たか？え？怖い番組？ああ、あのお化けが出てきたやつ？そうそう、めちゃくちゃ怖かったよな。ミスターガチャン、あれが怖いの？え、いや、うるせえな。お前だって本当は怖いんだろ。僕はあんなの全然怖くないよ。なんてったって僕は男の中の男だからね。本当かよ。じゃあ何が一番怖いんだ？僕に怖いものなんてないよ。あ、そういえば一つだけあった。え、なになに？おまんじゅう。おまんじゅう？おまんじゅうって食べ物のおまんじゅうか？そうなんだ。この世でおまんじゅうが一番怖くて、思い出しただけでも怖くてしょうがないよ。変わってんな。マイキー、まんじゅうみてえな顔してんのにな。嫌だ、そんなこと言わないでよ。怖い。怖すぎて具合が悪くなってきた。今日はもう帰るね。え、あ、おう、またな。まんじゅうが怖いなんて変なやつだな。あ、そうだ、いいこと思いついた。ちょっといたずらしてやろう。マイキー大丈夫か？ってへへ、布団に潜ってやがるぜ。相当怖いんだな。気分が良くなるように美味しい食べ物持ってきたから、後で食べてくれよな。ここ置いとくぜ。へへ、マイキーの家にまんじゅう置いてきてやったぜ。起きたらびっくりするぞ。キャー、おまんじゅうだ。へへ、大成功だぜ。どれどれ、怖がりっぷりを見に行くとするか。うん、美味しい、めちゃくちゃ美味しいよこれ。うん、あんこたっぷりだ。え、全然怖がってねえじゃねえか。どういうことだ。ああ、ミスター赤ちゃん、おまんじゅうありがとね。おいマイキー、まんじゅう怖いんじゃねえのか。あ、まさかこうなることが分かって嘘ついたのか。ふっふっふっ、その通り、ごちそうさま。くそー、やられた。じゃあ本当は何が怖いんだよ。そうだな、今は美味しいお茶が怖いって。それも嘘だろ。マイキー、遅えな。今日で春休み最後だから、この桜の木の下にタイムカプセル埋めようって約束したのに忘れちまったのかな。お待たせー。お、やっと来たか。じゃあタイムカプセル埋めようぜ。って荷物多くねえか。いや、何持ってくればいいか分からなくて、とりあえずいろんなもの持ってきたよ。例えばなんだよ。例えばホットケーキとか。食べ物じゃねえか、腐るぞ。あとはフライドチキンとか。また食いもんかよ。あとはアイスクリームとか。遠足じゃねえんだぞ。っていうかアイスクリーム溶けてんじゃねえか。いいか、思い出の品を箱に入れて埋めるのがタイムカプセルなんだよ。もっとまともなものないのか。あとあるのはパソコンとかカメラとかテレビのリモコンとか。何もなさそうだな。ミスター赤ちゃんは何を埋めるの？俺はこれだ。マイキーが命がけで取ってきてくれた伝説の牛乳の瓶。ああ、そういうやつを埋めるのか。そうだよ、俺の大切な思い出だからな。僕はどうしようかな。あ、ゼンチ君、迎えに来てくれたの？え、もうそんな時間か。あ、すまない先生。おいマイキー、早くタイムカプセル埋めないと時間がないぞ。待ってよ、何にしよう。あ、そうだ、ちょっと待ってて。あ、何やってんだマイキー。これでオッケー、じゃあタイムカプセル埋めよう。何にしたんだ。いいからいいから、開けた時のお楽しみ。気になるな。これでよしと。じゃあミスター赤ちゃん、またね。おう、マイキー、またな。また遊ぼうね。おう、遊ぼうな。おいマイキー、泣くなよ、一生の別れじゃねえんだから。お前が泣くと俺まで泣けてきちまうじゃねえか。まったく、それにしても最高に楽しい春休みだったぜ。いろんな遊びしたな。マイキーと遊んでると時間があっという間に過ぎちまって、いくら時間があっても足りねえよな。俺にとってマイキーはかけがえのない友達で最高のライバル。アクション。あ、ごめん、僕花粉症なんだ。あー、目かゆい。なんだよ、感動して損したぜ。あー、ごめんごめん。ミスター赤ちゃん、お互い実況頑張ろうね。おう、負けねえからな。僕だって。へへ、じゃあまたな。バイバーイ。マイキー、花粉症だったっけ？それは秘密っすけど。